ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。9月14日月曜日の全国の天気をお伝えします。こちらは雷雨発生確率となっています。今日は道南や東北、そして関東は北部や西部山沿い、西日本でも一部九州の山沿いを中心に雷雨発生確率が高くなっています。アイコンでも実際に見ていきましょう。西日本方面から中米にかけては日差しが届くところが多くなります。気温も30度前後まで上がる予想ですが、秋の空気に覆われていきますので暑さも控えめとなるところが多くなりそうです。そして東日本方面、関東では雨のち失礼しました晴れのち雨のアイコンとなっています。昼間は日差しが届いていても夕方はにわか雨の可能性がある変わりやすい空模様です。お天気の急変にご注意ください。北日本エリアでは前線の影響を受け曇りや雨のアイコンとなっています。特に東北のエリアでは大雨の恐れがあります。太平洋側の地域を中心に注意をしてください。また青森県の沿岸部や道南の地域では風が強まりそうです。横殴りの雨にも注意をしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。